フレアホールイギリス領インド帝国時代に建立された建造物フレアホールはパキスタンのシンド州カラチ市に存在するイギリス領インド帝国時代の建造物カラチの経済的発展に貢献したヘンリー・バートル・エドワード・フレア教の功績を称え建設された2011年現在一般公開されている日曜日には中庭で書籍バザールが開催され 古本を購入することが可能である。平日及び土曜日には、サディクエインの壁画、アース・オーサマ・ワットを含むサディクエイン・ギャラリーを見学することが可能である。シビルラインズ地区内のアブデラ・ハルーンロード及びファティマ・ジンラーロードの間に位置し、2カ所の芝生が各道路まで張り出している。周囲には、マリオットホテルや米国総領事公邸、日本国総領事館や、 シンドクラブが立地している。1860年代のフレアホール応募があった12通りの設計案からセイクレア・ウィルソン・中佐のものが選ばれ、1863年より建設が始まった。その後、当時のシンド州長官であったサミュエル・マンスフィールドによって1865年に開館した。総建設費は18万パキスタンルピーで、 州政府が1万パキスタンルピー分を負担し、残りはカラチ氏が負担した。カラチさんの石灰岩及び巡射飛散の赤色、灰色の砂岩を用いて、ベネチアゴシック様式に建築された。イギリス領インド帝国時代は、視聴者として使用された。同時期には、事前科のセスディン賞からの寄贈品である、エドワード7世のものを含め多くの共像を所蔵した。また、 シンド州知事のチャールズ・プリチャード公やエヴァン・ジェームズ公の油材画も所蔵した。ホールに面するアメリカ総領事館へのテロ攻撃が発生以降2011年まで一般の立ち入りが禁止された。2011年春、同総領事館が移転以降は一般公開を再開した。周辺には芝生が広がる。従来、クイーンズ・ローン、キングズ・ローンと呼ばれた二つの芝生エリアは、 パキスタン独立後に、防具イージナと改名された。ありがとうございます。